今は心斎橋に来ております。心斎橋 H&M の前、今、はい、あの引っ掛け橋のところに来てます。今からディズニーストアに行ってチケット買いに行きます。ゴークリスマス仕様かわいいツリーかぶった雨になったん、かわいい、グーフィー。めっちゃかわいいやん。これ欲しいの、これ。これ。めっちゃかわいくない？これ。これ今やったら2000円やねんけど、このブランケット。これが1500円になる。だからおすすめ。これ欲しいけど、買わない。はい、大丈夫です。1枚に3日間のご利用なのを通じ込むことができないかといけないので、お願いいたします。ゲット。25からの25、26、27日とディズニーランド行きます。見る？キャラクター見る？何やろ、去年何やったっけ。うん、忘れた。ドナルド。去年ドナルドか何かやった。まず1枚目、じゃん。お、デイジー。かわいい。15周年のやつになった。いくよ。あ、赤やで、赤。え、赤ってことは、じゃん、かわいい。ミニー、やばい。カリン、こっちがいい。俺デイジー。うん、俺ドナルドが良かったけど。え、めっちゃかわいい。やばいな。15周年のやつらしいです。15周年のやつ、あ、めっちゃ楽しみ。ゲット。チケット買ったから、次戻ります。次は新幹線のチケットを買いに行くので、大阪駅まで戻ります。今ここ心斎橋やから、大阪駅まで戻ります。カフェです。カフェに来てます。ちょっと休憩チーズ、何、チーズホットドッグ、うん、チーズホットドッグと、これがベニエって言われるやつで、めっちゃおすすめやねん。これな、めっちゃ美味しい。ほんまになんかドーナツじゃないんやけど、揚げパンでもなく、なんて言っていいかな、プチベニエって言うねんけど、めっちゃ美味しい。これはシナモンパウダー。とりあえずこれ好きで、よくここのカフェ来ます。食べよう。カフェルモンド。新幹線のチケット買いました。これでいいやな。うん、OK。 行きと帰り往復分準備できたな、これで。あとは行くだけ。行くだけ。よし。スタ丼のお店。スタ丼これスタミナ丼部ナミにガーデは肉飯増しにした。これにした。スタ丼来ました。これが肉飯増しめっちゃ多いよ。タレが何だっけ。タレがニンニク、ニンニクだれ。ニンニクの匂いがすごい。卵乗せるの失敗してる真ん中に落とさなんかね。潰れた。なんか思ったよりニンニク、ニンニクしてなくて全然食えそう。やばいやん。もうあれか1年も経った。そうやね。お腹いっぱい。
スタ丼食べた。ちょっとそのスタ丼がな、私並盛り頼んでんけど、もうバカ盛りマジで。ほんまにもうめっちゃ盛っとって、え、並盛りみたいな。これがで、ダーは肉とご飯をマシマシにしたわけ、肉飯マシって言って、もうすごかったな。うん、あのさすがの合宿のご飯、さすがのダーちゃんでも、あ、ちょっともうお腹いっぱいになってきたわとかって言っとったから、マジ女の人行くとき絶対ミニ頼んだ方がいい。ミニおすすめする。今からドイツのクリスマスマーケットに行きます。楽しみー。 ゴー。このあの、ね、メリーゴーランド、このメリーゴーランドはめっちゃ古い木馬で、日本に2台しかないらしい。今もう貴重な感じで、木でできたやつ、木でできたやつ、木馬、今日本に2台しかないやって。乗りたいっていうの、ダウちゃん乗ってくれ。俺は絶対乗らへん。乗りたい、いいわ。なんかすごい、美味しそう、でっかい四角いやつ、めっちゃ美味しそう。そう、これドイツのやつやね。プレッツェルとかめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いやん。食えるんこれ？なわけないやん、オーナメントやから。無理に決まってる。え、めっちゃ可愛い、ほら。めっちゃ可愛い。これも可愛いし、ちょっと離れてしまった。これとかも可愛くない？Take a while.違う、お腹いっぱいやし、あのグラスがめっちゃ可愛い、スーベニアみたいに持って帰れるグラスやけど、帰ります。